パリ五輪柔道、シャンドマルスアリーナ、では2日、男子100キログラム超級が行われ、準々決勝で五輪3度目の優勝を狙うテディ・リネール、フランス、ガトゥシシビリ、ジョージア、に一本勝ちを収めたが、なんとトゥシシビリが倒された状態からリネールのボディを蹴り上げ倒し、さらに立ち上がろうとしたリネールに追い打ちで、膝で突き飛ばすなど暴挙に。会場は大ブーイングになった。 リネールは試合で返し技でトゥシシビリの背中をつけ一本それに納得がいかないのかトゥシシビリは下になりながらリネールの両方のかかとを持ちボディーへ蹴り上げるとリネールは後方に倒れたトゥシシビリは倒れたリネールを覗き込み何やら暴言を吐いている様子でリネールが立ち上がろうとするとさらに膝で突き飛ばし倒されるリネールリネールは納得いかず両手を広げホワイトポーズを作った 大ブーイングの会場、リネールが一本勝ちとされたが、その行為の後に審判はトゥシシビリに反則負けを宣告した。畳を降りると、上半身の道着を脱ぐトゥシシビリに観客席からは兄弟ブーイング。フランスの英雄に何をしてくれるのか、というところだろう。柔道精神に反する行為、技を決められ負けた後に暴力なんて格闘技でもなかなかない。 プシシビリは何らか重い処分を下されるかもしれない。ネットでは、これはもう喧嘩だ、柔道ではなく、獣道だなど非難の声が多く上がった。リネールは12年ロンドン、16年リオと五輪に連覇。21年東京五輪は3位だったが、昨年の世界選手権で11度目の優勝を勝ち取った絶対王者。 フランスの英雄リネールは地元開催の五輪で3度目の金メダル獲得なるか。